どうも木崎です。今回ですけども CCU24SS ご紹介していきたいと思います。はい、ということでついにですね 24SS のシーズンがスタートします。ただね、2023年というところではあるんですけども、この年末にですね CCU から、はい、うちの店舗ではスタートさせていただけたらと思います。他にもですねタークだったりシュガーヒルだったりリホメットのアイテムね 24SS 入ってきてますんで、この機会にぜひウェブストアなんかでチェックしていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで今回ですねご紹介するのが CCU です。まあ、CCU をねこの動画で初めて知ったよって方はですねこういった、はい、ブランドさんになっています。まあ、基本的にはですねレザーのアイテムのみの展開とはなっているんですけども、本当にね日常使いしやすい軽くて着やすいねレザーのアイテムばかり展開してるんで、本当にね疲れないレザージャケット、まあ、アパレルの、ね、人が特に喜ぶねレザージャケットなんじゃないかなと思っております。ということで早速ご紹介していきます。いきましょう。はい、ということで今回もですねポイントを3つご紹介していきたいなと思います。今回ですね実は全部で4種類あります。まあ、ただですね、まあ、素材が同じだったり形が同じだったりするので、まあ、ちょっと変則的なご紹介になるかもしれないんですけども、最後までご付き合いいただけたらなと思います。ということでまず最初素材からご紹介していきます。はい、まあ、アイテムはですねこちらのボンバージャケットですね。で素材自体は、今回ご紹介する全てのアイテムが全部カウレザーとなってます。ただですね今回、まあ、ポイント1つ目になるんですけどカウレザーなんですけど茶身です。はい、茶身というとですねどういうことかというとですね、このユーズド加工しているパターンをね見ていただくと分かると思います。この茶色の芯なんですよね。なのでこうユーズド加工を施すとこの雰囲気ですね。本当に着古したヴィンテージのレザージャケットにあるようなこの雰囲気を、まあ、CCU 初の、はい、デザインとしてリリースしてます。めちゃかっこいいです。このねボンバージャケットのアイテムでこの後ご紹介するジャケットとすごいねこのユーズド加工も、まあ、もちろん加工なしのねカオレザーの皿のねカオレザーのこの表情の良さっていうのもあるんですけど、めちゃめちゃかっこいい素材感です。でまあさらっとね僕カオレザーと言ったんですけど、以前はねうちチープレザーで取り扱いしてました。でも今回は、まあ、アイテムもあってカウにさせていただきました。ちょっとこう武骨さっていうのがある素材感なのかなと思います。まあ、ただ CCU の、まあ、ブランドコンセプトにある通り、もう本当にデイリー使いしやすくて着やすい、まあ、シルエットだったり、まあ、素材自体も柔らかくて軽いアイテムに仕上がってます。なのでねどっかが突っ張るとかうわー肩こるなーっていうのがね少ないアイテムなのかなと思います。本当に柔らかいです。特にユーズド加工されてる方は柔らかいアイテムです。でポイント2つ目になるんですけどもシルエットですね。シルエットがですねこちらのボンバージャケット型、はい、まあ、こちらもなんかある一つのね、じゃあ例えばヴィンテージのアイテムをサンプリングしたわけではなくて、まあ、CC のデザイナーさんがミックスさせてよりデイリーで着やすい、まあ、パターンとシルエットにしてあります。はい、本当にねいいシルエットというかサイジングというか、中にもねニットも着れますしサーマルなんかで1枚でも着れますし、今すぐ着れるし春先も着れるで室内でもね着やすいです。なんかねレザージャケットなんかだと、まあ、僕個人的な感想なのかもしれないですけど結構ね脱ぎたくなるんですよ。でもこのぐらいの柔らかさと軽さだったらでこのサイジングだったらね全然一日中室内でも着てられるようなサイズ感になってます。でもう一方がこれはやばいっす。はい、僕はねもう待ちに待ちましたコルビジェジャケット型ですね。かっこいい、やっぱこの形は。で僕もね昔から動画見ている方は知ってるかと思うんですけど、コルビジェのねオリジナルジャケット持ってるんですよ。でもね本当にね重くて全然1日着てられないっていうか、本当に年数回ぐらいしか着れないようなかっこいいんだけど着れない、まあそれがロマンでもあるんですけどね、なかなかこうね仕事しながら着れなかったりするんですよ。ただねこれはもう完璧と言っても過言ではないですね。で僕のね持ってるコルビジャケットと比べたりすると、まあ、襟なんかもね同じレザーでフラップ型ではなくてホームベース型の、まあ、パッチポケット型になってます。そして肩周りがねラグランです。いやこれね僕コルビジで僕の着ながらね、まあ、大きい着たいなと思っててちょっと大きめでね買ったんですけど、やっぱねセットインでちょっと肩がこう張る感じがすごいあったんですよね。このねやっぱラグランだとすやっぱ落ち感、大きく着た時も落ち感もすごい良くて、で、まあ、もちろんレザーも圧倒的に柔らかいし軽いんですすごいいいね、着た時のめっちゃ表情かっこいいんですよね。そしてですよ、まあ、さっきの素材に戻るんですけど、はい、ユーズド加工バージョンがありますと。もう完璧ですね。こっちの方が柔らかくなってるんでより落ち感っていうのはね、はい、出てきます。完璧です。まあ、ただねコルビジェのジャケットなんかね正直オリジナル探すと硬いんで、なかなかこうピンピンの状態でこのね柔らかくデイリー使いできる多分ほんと少ないと思うんですよ。まあ僕自身がねこのユーズド加工バージョン持ってるっていうのもあるんですけど、まあ、ピンピンの方を着ていただくのもかっこいいのかなと思ってます。そして最後ポイント3つ目、3つ目はですねお値段です。やっぱり CCU といえばお値段ですよね。
全てアンダー10万円で、加工なし、加工割り、そして形関係なく全て9万2400円です。謎の加工割りだとね、だいたい1万円とかね、まあ、レザーだともっと上がったりするんですけど、ありがたいことに全て同じ値段ですね。はい、アンダー10万円でご用意しておりますんで、まあ、このね、1年のご褒美だったりとか、まあ、新年一発目の洋服としてね、ぜひ検討していただけたらと思います。本当に春先まで着れますし、はい、真冬も着れると思いますんで、長年、そして着る回数が多分圧倒的に多いレザージャケットなんじゃないかなと思いますので、ぜひこの機会にも検討いただけたらと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。こちらのねアイテム4型以外にも小物でバッグ、ハットなんかもね、まあ、再入荷だったり入荷してるんですけども、まあ、前回とね一緒になるので、今回は、ね、割愛させていただきます。なんか希望などあればね、気軽に DM なんかいただくと着用感なんかもお伝えしますので、はい、ぜひご連絡いただけたらと思います。ということで本日は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。